うかされましたか？作戦を説明する。説明はいい。ユトランド軍に動きが見られます。コバルティスを攻撃するとの情報が迫ってきましたな。列強に対しても我々の力を誇示する要衝にございます。いずれは来ると思っていましたが、想定よりも早うございましたな。グスタフ、指揮を。ですよね。やはりお任せあれ。じゃあ一緒にやるか、マクシム殿。せっかく強化隊になったんだ、早く試したいだろう。陛下。よかろう。コバロティスの防衛は貴様たちに任せる。はっ。光栄の至り。今一つ両名に命じる。何なりと。日が落ちるまで敵軍をコバロティスの戦場に留めよ。さねば夜バルキュリアが歌う。ありゃあ、こりゃ絶対負けられんな。こたびの戦いでユトランドに大打撃を与える。心してかかれ。 So, a story mission with Brunhild appearing, apparently. オフィリア様をお連れいたしました。遅くなりました。概要は聞いております。直ちに準備にかかります。急ぐ。はい。オフィリアちゃん、大変ね、公務と両立で。いいえ、そういうことではないのです。あら、そうなの。お父様がまた。じゃあ戦地に出るなってやつね。バルキュリアと会ってから急にうるさくなったって言ってたもんね。話を途中で切り上げてきてしまいました。お父様には悪いと思いましたけど。ゴード。はっ。もうみんなの前に現れる。申し訳ありません。隊長たちが破滅に向かっている気がして。お前が心配することじゃない。これ以上踏み込むな。忠告はした。行け。はっ。コバロティス攻略の作戦決行は5月12日。アンチバルキュリア部隊の任務は敵主要部隊の殲滅です。これまでの作戦を上回る規模の部隊が投入された大作戦ですね。俺は奴らの本体をいい具合に引きつけておく。狼どもが出たら相手は任せたよ。ああ。やれやれ、夜まで粘れか。
っかり撤退させちまわないようにしないとな。総員、突撃。作戦を開始する。これなら余裕ね。迎撃開始。ここで型をつける。ユタランドに勝利。授業を始めましょう。ごめんなさい。So you see what I don't like about this map design is that you have this big windy way on the left side of the map, but it's closed by barbed wire. Then why even having that? 見つけたぞ。燃えねえな。逃がしません。ここで型をつける。方を教えてあげる。一丁やってやるか。さあ参りましょう。行くぜ。敵をよく見て。The fact that you can't aim higher than a certain degree, it's maddening. 勝利を。努力あればこそですね。覚悟はユトランドめ。やユトランドめ。たたみかけてやりましょう。敵ながら見事でした。警戒してください。敵をよく見て。ここで型をつける。続け。よし、ユトランドの勝利を。どうか安らかに。ユトランドめ。炎よ燃え尽きろ。炎よ燃え尽きろ。たーっ、最高
手にならない。次だ。授業を始めましょう。炎よ燃え尽きろ。敵と撃破した。畳みかけてやりましょう。よし、炎よ燃え尽きろ。次だ。マジになるなよ。敵装を撃破した。流れが変わりましたね。よし、次だ。最終防衛ラインです。畳みかけてやりましょう。殲滅し、この場を確保。要塞の補給線を断つ。ごめんなさい。かかれ。戦い方を教えた。一丁やってやるか。見つけたぞ。燃えねえな。気をつけろ。ほらほら、一気に行くぜ。警戒してください。続け。授業を始めましょう。
始めましょう。よく見て、我が剣受けてみなさい。ほら敵をよく見て、よし警戒してください。ユトランドめ、押せ押せ押せ。相手にならねえよ。敵をよく見て、ほらついてこい。クズ気をつけろ。So there are two mortar emplacements up there, but apparently I can't do any. Why are they going there like that? に成功。次だ。はあ。じゃあユタランドしましょう。呪力が高まった。我が剣。邪魔だ。我が剣。一気に行く。 I guess that the next mission will have Brunhilde in him, in it. 当然の成果。And yeah, I will do it straight away. I don't really think it's worth spending time in too many free missions. And this is a huge problem of this game, in fact. 作戦通りならば、本体と交戦中の敵視戦力が要塞に引き返してくるはずですな。その動きを確認を。取って返して敵視戦力を本体と攻撃する。帝国の腹渡を食い荒らす素敵な作戦ね。本体はどうなっているでしょう。今は待つしかありません。しかしルシ軍は引き返してきませんでした。要塞を放棄したルシ軍はユトランド軍本体との総力戦に臨んだのです。両軍とも消耗を強いられる激しい戦闘となり、刻一刻と時間は過ぎていきました。